ピンガチャピンです。そしてはい、工作先生のケイトゥです。ケイトゥ先生よろしくお願いします。お願いします。今日は工作の先生ケイトゥ先生にね、教わりながら工作をやっていくよ。この動画を見ているみんなも一緒に作ってみようね。ということで、さあまずは何を作るんですか？はい、まずはレインボースティックを作ります。お、レインボースティック知らないか？お、知らない。レインボースティックはね、こうやってね、こうやってしたら、くる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 ってシャボン玉みたいなのができるおもちゃです。え、シャボン玉？はい。すごい、面白そう。え、面白そう。じゃあ作ろう。うん、作りましょう。はい、とっても簡単なので皆さんも作ってみてください。はい、まず用意するものです、うん、用意するものはまずこのキラキラした紙です。キラキラした折り紙、ガチャピン色。これなんかね、ホロ、なんか100均で買った、あ、あのホログラムの、ホログラムみたいなやつかな、うんうんうん、あるね。とシール、丸いシール、丸いシールです、うん、とこれがね、閉じ穴補修シールって言って、なんかね、ファイル、そうそうそう、ファイルとか、うん、パンチで穴開けたやつに貼ったりするシールです。はい、はいはい、うん、と竹ひごです。竹ひご、はい、竹ひご、とハサミ。ハサミ、ガチャピン、どの色がいいかな？もちろん緑。はい、緑にします。はい、まずじゃあこのホログラムの紙を、うんうん、5ミリ幅に切っていきます。5ミリ幅、はい、うん、でこれね、カッターで切ってもいいんだけど、うん、きれいにできるんだけど、うん、お子さん危なかったりするので、はい、ハサミで切っていきましょうかね。はい、わかりました。大体でいいんだね、じゃあ5ミリは、うん、大体で大丈夫です、うん、これをね、12本作ります。12本、はい、これさ、うん、いろんな色混ぜてもいいの？それとも、あ、混ぜても大丈夫。あ、そう、うん、そしたら綺麗かもね、うん、で、これを今度は、うん、この閉じ穴補修シールに貼っていきます。貼っていきます。はい、はい、これを円状に貼っていくイメージです。おお、置きます。これで、ね、粘着面を上に、ペタペタしてる方を上にするんだね。うん、ペタペタしてる方を上に置きます。はい、これ裏表あるの？裏表あります。なので、うん、表側にしたい面を下向きに貼ります。はい、はい、なのでここでバンと貼りますね、まずね、うん、でこっち側も貼りますと、うん、できた。はい、うん、でこの今度は間に2本ずつ貼っていきます。あー、そういうことか。よいしょ。うーん、はい、おお、綺麗なんじゃない？綺麗に貼れました。うん、じゃあ続いてもう一回この閉じ穴の補修シールを、うん、今度はここの穴に合うようにもう一回貼ります。貼るのを貼り合わせちゃう、うん、貼り合わせちゃいます。今度はペタペタした方を下にして、うん、今度はそうそうそう、うんうん、ここをもう一回貼ります。はい、よいしょ。はい、貼れた。貼れました、うん、続いて、はい、もう一回この補修シールを、補修シールを、はい、今度は、うん、上向きに、なんか粘着面を上に、うん、でもう一回ここに、うん、このさっき貼った面を貼っていきます、うん、折り曲げて、はいはい、輪っかになるようにするんだね。そう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 、折っちゃダメ、ここのところ折っちゃダメね。そうそうそう、ここ大事です、はいはい、うん、貼っていきます。はい、あとちょっとです。はい、僕はこれできない。自分お手手太いから、はい、できないかもね。1個だけやらせて。はい、1個だけで最後だけやろうか。最後ね、うん、貼ってください。ここだな。そうだ、はい、おい、はい、あー、オッケー。ちょっと手直しします。はい、はい、で、じゃあガチャピン側にあるそのシールをちょっとください。はい、で、このシールを、うん、ガチャピン、じゃあ何色がいいですか？はい、今度はね、はい、ムック色。あ、ムック色、じゃあ赤で、うん、分かりました。はい、お願いします。じゃあ赤のシールを、うん、さっきつないだこの穴を塞ぐように、うんうん、お、あ、塞いじゃうんだ、うん、うん、上から貼っちゃいます。はい、
したらこういう形ができましたと。お花みたいな形。はい、うん、これで実は、はい、完成です。え、これで完成。はい、早い。あとは、うん、これに竹ひごを通せば遊べます。すごいね。すごいすごい。遊びたいです。遊びたい、うん、やってみましょうか。はいはい、じゃあガチャピン竹ひごをじゃあ持ってもらいましょうか、うん、はい、はい、でさっき作った、うん、ここはね、なのでここのさっきの穴が開いてる方を下にして、下にして、じゃあガチャピンのここに刺します。この、はい、わー、ほんとだ。え、これで完成。これで完成です。うわー、お願いします。はい、こするのね。そう、ほい、あー、綺麗。え、綺麗じゃない。あ、かわいい。わわわ、見て見て見て、綺麗。あー、綺麗だね。あ、かわいい。え、これムックにも見せてあげたいな。そうだね、持って帰ろうか、うん、今日ね。あー、あー、ありがとう。ガチャピンチャンネル。いやー、レインボースティック面白かったね。うん、面白かったね。ガチャピンブンブンやってたね。次は何を作るの。はい、次は、うん、紙コップクラッカーを作ります。紙コップクラッカー、うん、え、あのクラッカー、あのクラッカーです。パーンとなるやつ。あー、嘘、早く作ろう。作ろう作ろう。はい、で今回用意するもの、うん、まず紙コップ。紙コップ、うん、はい、紙コップで風船。風船、はい、でこれはクラッカーの中身になります。これは今回デコレーションボールをちょっと用意しました。かわいい、うん、はい、手芸用のとことかに置いてます。 100円ショップでも売ってます。はい、うん、で、ビニールテープ、はい、ハサミ、うん、カッターです。はい、これだけでできちゃいます。簡単じゃない、ね、はい、はい、じゃあまず紙コップ使います。うん、紙コップの底を切り抜きます。切り抜く、うん、これちょっと今回カッターでするので、はい、ガチャピンちょっと危ないので、うん、これカッター使うときはね、皆さんも大人の方にやってもらってください。はい、はい、カッターで底を切り抜いていきます。うん、はい、お、切り抜けた。切り抜けました、うん、では続いてこれ一旦置いといて、次風船を使います。風船を、はいはい、風船、はい、ガチャピンじゃどの色がいいですか。ね、あのケープは木色だから、うん、風船は ね、うん、ね、そう、木色。あ、木色。あ、紙コップ使う。違う。え、使わない。風船は僕色で。わかりました。 あ、うん、ありがとう。じゃあ、はい、緑色使います、うん、はい、で緑色の風船、このちょっと膨らむ部分、うんうん、だいたいどんぐらいだろう。このぐらい、ここぐらい、ここぐらい、1センチ、はい、1センチぐらいかな、うんうんうん、をハサミで切っちゃいます。切っちゃうの、はい、うんうん、切ります。ジョッキジョッキ、はい、はい、切れました、はい、で、この風船の、うん、この息を吹き込むところをまず結んじゃいます。あ、結んじゃう、うん、はい、はい、で、うん、準備完了です。はい、はい、結びました、うん、で、今度はこの風船のさっき切ったところ、うん、ね、ここを紙コップの穴の切り抜いたところにかぶせます。お、はい、うんうん、ここをかぶせます。はい、よいしょ、はい、で、うん、今かぶせました。じゃあガチャピンずっと持ってもらって、持ってる、はい、はい、で、ここのかぶせたところをビニールテープで止めていきます。あ、うん、こう、つなぎ目ですね。ここをグイッと、あ、ありがとう、こうやって、うん、よいしょ、で、巻いたらハサミでチョキンと、うん、はい、ありがとうございます。はい、実はもうこれでクラッカー完成です。え、これで完成。うん、どういうことどういうこと、どういうこと、はい、これは、うん、このね、うん、風船の、うん、さっき結んだここが、うん、持ち手になります。クラッカーで言ったら紐のところ、はい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 、パーのね、この下の紐のところ、引くところがここになります。うんうんうん、で、ここからもうバーンとしちゃえば、この中に入れたものが飛び出る、うん、おー、すごいじゃない。というおもちゃです。はいはいはい、はい、このデコレーションボールが、これが中身です。
今回、うん、はい、入れました、うん、じゃあガチャピンやりますか。やるやるよ、やるやるやる。じゃあまず紙コップの上の部分を持ってもらって、うん、下の引き手を引っ張ってください、うん、引っ張って、はい、バーンと。じゃあ上を、はい、3、2、1、発射。わあ、すごい楽しい。飛び出た、飛んだ。かわいいね、これ。あ、すごいすごい。え、もう一回やろう、もう一回やろう。すごい。あと、うん、これ中身を変えたら、うん、いろいろなクラッカーができちゃいます。どういうこと、例えば、うん、ストロー。あ、ストロー、うん、ストローを、うん、まあ、ちょっと細かく切っていきます。こうやってポン、うんうん、もう今クラッカーみたいに飛んでるけど、飛んでる、切れました。いろんな色ができた、うん、いろんな色のね、ストローを切りましたと、うんうん、じゃあガチャピン、これを今度はもう一回このクラッカーの中に入れて飛ばしてみましょうか。はい、3、2、1、発射。わあ、すごい飛んだ。綺麗じゃない。すごかった。すごかったよね。今のすごかった。今すごい クラッカー、うん、クラッカーだった。わあ、すごいね。え、中身変えたらこんなまた変わるの、ね、飛び方変わったね。おう、うん、うん、いいんじゃないですか。いい、うん、じゃあやってみますか。うん、はい、はい、飛び出るかな、出るかな、出るかな、楽しみだね。よし、じゃあ行くよ。はい、3、2、1、発射。おお、あ、クラフルじゃない。カラフルだったね。でも飛び出がちょっと少なかったかもね。まあ、でもね、でもすごい。でも色が綺麗だったね。色綺麗だったね。うん。ガチャピンチャンネル。ケイトー先生。はい。ありがとうね。うん、ありがとう。うん。あ、次はさ、次はどんな工作を教えてくれんの？それは。うん。秘密。ああ、もったいぶるね。ああ、楽しみだな。じゃかじゃか。